さんこんにちは、ヤマイです。今日は夏目友人帳から夏目とにゃんこ先生を書いてみようと思います。夏目はもう一番最初のシリーズの時からずっと見ているので、結構思い入れのある作品って感じですね。でも一番最初のっていつやってたんだろう、何年前かな。2008年。いやー、そんな前か。早いな。そっか、夏目のシリーズって次のシリーズが放送されるまでの間の間隔がちょうど良くないですか。間が空きすぎず近すぎずみたいな適度な感覚でやってますよね。ちょうどこう、あ、夏目不足だなーっていう時に新しいシリーズがやってくる感じでちょうどいいですよね。夏目を見てると心が洗われますよね。本当にもうまさに温かい気持ちになれる。夏目みたいなアニメなかなかないよな。もう毎回のように泣きそうになるんですけど、私だけかしら。またさ、曲もすごいいいじゃないですか。こうラストシーンの余韻を残しつつ流れるようにエンディングに行く感じ、すごく秀逸だと思う。私いつもそこで泣きそうになる。にゃんこ先生がね、すごい好きで、グッズとかも結構集めてたりとかして、 UFO キャッチャーの景品でよくにゃんこ先生のぬいぐるみとか出たりするんですけど、結構にゃんこ先生目当てでゲーセンに取りに行ったりとかしてます。可愛いですよね、にゃんこ先生。もちもちしちゃって、おまんじゅうみたい。ね、にゃんこ先生のスクイーズ作ってみたいんですよ。あのもちもち感を再現したい。もうな、スクイーズ作ったことないんですよね。うまくできるか自信ない。うん、夏目の顔なかなか難しいな。あっさり系の絵ですよね。癖がないから逆に難しいな。私普段その西洋のね、美少年が好きで、目鼻立ちくっきりな、鼻が高くて二重幅の広いパッチリお目目みたいなのしか描かないので、美少年だなぁと思うけど、でもこうちょっとどっか冴えない感じがあるのが逆にいいですよね。素朴で質素な感じ、ちょっと田舎臭いような感じがね、あるのがいいですよ。自分が美少年であることに気づいていない無自覚系な感じのイメージ、飾った美しさじゃなくて、こう内面からにじみ出るようなね、原石的な、養殖じゃなくて天然の美少年みたいな。夏目みたいな素直で心の綺麗な男の子はどっかに落っこちてないかしら。拾いたいんだけど、クリスマスに空から降ってこないかな。サンタさんにお願いしとこう。夏目が住んでるところってさ、やたら森あるじゃん。すぐちょっと歩くとすぐ森があるじゃん。で、夏目がさ、妖怪に追われて
森に入ってなんか慌てて走ってたら田沼くんに会ったりとかするじゃないですか。そんな森散歩してたりとかするのかしら、田舎の方は。ほぼ東京を出たことないので、その感じがちょっとわからない。近所の森を散歩しててばったり知り合いと会うみたいなことって本当にあるのかな、そんな頻繁に。それがちょっと気になってる。そもそも高校生が森散歩してること自体がえーって感じなんだけど。そもそも夏目は妖怪に追われて逃げるときにどんどん人気のない方に逃げていくよね。あ、まあでもそれはしょうがないのか、他の人を巻き込まないために的なことなのかな。今度マダラも描きたいな。かっこいいですよね、マダラ。あんな妖怪に食べられて死にたいんだけど。にゃんこ先生、ちょっと形違くないですか？なんか頭が伸びた気がする。ビョーンって後頭部が長くなった気がする。この前7話かな見てて、やっぱ田沼くんと夏目の距離感すごい好きだなって思いました。こうつかつ離れずみたいな、ベタベタしすぎないけど、どっかちゃんと通じ合ってる、分かり合ってるみたいな、すごい理想的な関係性ですよね。あんな友達欲しいな。そういえば的場さんって本当はどんな感じなんでしょうかね。一応悪役的な扱いではあるけど、なんかこう悲しい過去的な何か背負ってそうなね感じですよね。4話かなでちょこっと触れられてはいましたけど、どうなんでしょう。気になる的場さん、ミステリアスだから、ちょっとずつその辺も解き明かされていくのかな。名取さんのあざの謎も気になりますよね。結構謎な部分がまだ多いな。でもあのあざすごい可愛くないですか？あれのタトゥーシールとか作りたい。さんについてもかなり気になりますよね。なんで死んじゃったのかとか確かまだ明かされていないような。れいこさんの夫も気になるし、夏目の家族の話もね、もっと知りたいですよね。むしろれいこさんを主人公にした番外編みたいなの見てみたいかも。映画版とかで出してくれないかな。ちょっと背景にこの前 DIY で作った雪の結晶の写真を素材として貼ってみよう。お、なかなかキラキラ感が出ていい感じかも。自分で撮った写真とかをこう取り込んで素材にしてみるのも楽しいですよね。完成しました。冬らしく描けたかなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後まで見てくださってありがとうございました。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。Twitter もやっているので、ぜひぜひフォローしてください。